すんごく難しい質問よね。それが分かんないので、追っかけて何十年もやっちゃったんじゃないでしょうか。それで、この質問のことで思ったのはね、私はね、そのアートが飲み込んでる時間っていうのをちょっと言いたいんですけど、それはアートをこう外側からアーティスト自身じゃない人間として、アートに関わりつつ、旅なんかをするじゃない。で、日本の森の中の本当にひっそりとある小さな祠みたいなところとか神社とか、そういうとこに立った時に心が洗われるみたいな感じとかね、ヨーロッパ旅してて、もうね、特に好きなところがあるんですけど、15世紀かな、の修道院、ボルドーの方の町のモアザックっていうところにある、そういうところの寺院の回廊なんかに立ってる時って、何とも言えぬその時間だから持ってこられた空気みたいな、でそれ空気みたいなアートっていうことも言えるかな。それらって自分がアートって言わないで、感じ取るものよね。だから誰にとっても感じ取れるっていうことがあるので、多分、子供も何か素敵なところに行ったり、素晴らしい絵なんかを見た時にちょっとこうフリーズしたり、沈黙したりっていうのは、それを感動と呼べると思うんですけれども、そういうことって私は、私みたいに長い時間生きちゃうと ますますそういうこともあるんですけれども、時間を蓄えられるアートみたいなことをよく思うんですよね。それとね、真逆なんだけど、なんで現代美術にこだわるんでしょうねっていうことがあるのね。で、それは、やっぱりその今自分が生きている時間、同じね、フラットにして同じ時間に作る人がいて、作り続けてそれを一緒に見られるっていう喜び、これもだからもう本当に取れたての野菜みたいな、すごいこう命に関わるような大事な創作っていうのもあるわけですよね。だから、その時間も両極あって、長い時間あって生き残ってきたものの、世界の美術館の中にある名作もそうなんですけれども、それから寺院とか古い建造物に人々が祈りを込めて作ったものとか、そういうものに対する感動とか、それから自然から受ける思いっていうのも私はアートに通じるんですよね。で、自然のことで言うと、やっぱり森の中とか山の上とか、すごいその水平線を前に
した時とかってなんかあの自分とか周りの存在を超えたあの大きな世界に思いをかけるじゃない、それもアートの感動の一つだなと思って。でもね、そういうね、まあ大いなるものへの憧れっていうのはね、ちょっとなんかモダニズムなのよね。もう私も長い時間行きまして、やっぱりモダニストなんでしょうね。